皆さんこんばんは、山本誠です。県民の皆さんにほっこりしていただく元気ニュースのお時間です。山口県周南市の徳山動物園から衝撃の春を感じるライオンしじみちゃんの映像が届きました。徳山動物園でオスのモイカと仲良く暮らすライオンのしじみ。普段は好奇心旺盛で遊ぶことが大好き。ダンボールやジーンズなど新しいおもちゃを与えられると走り回って大喜び。そして最後はビリビリに。そんなしじみちゃんにもポカポカの春がやってきました。それがこちら。開放的すぎる姿でゴロゴロ、完全なへそ天状態です。飼育員さんのお話では、しじみ自身が健康で安心できる環境だからこそ見ることができる姿なのだそうです。普段はかっこいいライオンですが、そこは猫か。家猫のような姿も見せてしまうしじみちゃんなのです。実に気持ちよさそうですね。県民元気ニュースでは皆さんからの投稿動画を大募集しています。どしどしご応募ください。お待ちしています。あー疲れた。よしひろくんはあんな寝方してないよね。いえ、風邪ひくや。